さあ、めぐみチャンネルでございます。今日も芋掘りでございますよ。でも彼の芋掘りは初でございます。いや突撃でございますので、一体彼はどんな反応するでしょうか。乞うご期待です。近づいてきましたよ。早いっすね。でもこれ早いっすよ。これめぐみチャンネルでーす。よっちゃん来ないと思ってたんじゃないっすか。ちょっといやいやいや、そんなことないっすよ。もうマサさんのグリメで横でセブンで待っている。よっちゃんもいいかなと思いまして来ちゃいましたよ。手袋履いてないんだよ。手袋、僕のあの商売道具はあれですから、このカメラですから。いやいやいや、でも早いっすね、セブンなのに。いや、そんなことはない。いや、早いっすよ。もうなんかうちの時のセブンとはなんか全然違う感じですね。はい、もう真っ暗ですね。はい、じゃあそんなよっちゃんに僕もついていきたいと思います。さあよっちゃん、394でウルトラセブンで買っております。でも早いよ絶対。うちのセブンこんな早くなかったよ絶対。これないですね。今聞いてみたところ、だいたいこのウルトラセブンでもだいたい1日7ターンぐらい、7ターン8ターンぐらい掘るって言ってましたんでね。やっぱりなんでしょうね、僕もトップ1になるまではこのウルトラセブンだったんですけども、あのレバーでグーグーいった。はいはい、素晴らしいですね。しっかりと最近ね、僕らのサイドボリばっかり取ってるからあれですけど、ウルトラセブンはこうやって畝をまたいでですね、こういう感じでまたいで畝の左側を掘っていくようなね感じですね。はいはい、また進みましたよ。はい、こうやって畝を2つまたいで左側を掘っていくという感じですよ。ちょっと違う側に行ってみましょう。これあれなんですよね、ピタッとこれ畝にこうもう入りますから、これ人がもう乗ってなくても自動的に行きますね。はい、こんな感じで左側の畝を掘っていきます。これがあのウルトラセブンという東洋の芋のハーベスターですよ。で後ろでロータリーバケットで土を落としていくというような感じになっております。やっぱり早いですよ。なんかうちのやっぱウルトラセブンのあのトラクターの進み方とは全然違いますね。あそこに僕は余ってたんで。あ、そうだね。本当にあともう月曜日で使わないですからね。どうですか今年の豊城は。豊城はないですね。小さめですか。まあなかなかね、ちょっとこういう早めの芋はね、今年小粒傾向だっていう、まあ、始まりの新聞にもね載ってましたからね。もうちょっと早かったらちょっと初年だったからでっかいやつだ。ああ、そうか、それは見舞いはね。でも腐れもそんなない、なんかそんな取ってる感じがないから、そんな腐れないっすか。いや腐れてますか。腐ってないけど、でも外から見たら
意外と大丈夫だったな。なんかそんな感じはしますよね。だいぶ心配だった。やっぱり僕は驚きなのが、石のコンテナがないところが、石のコンテナじゃない、石のコンテナか、石のバケットがないという、はいはいはい、これがやっぱり沖本の芋掘りだと。そうですね。石は出ないですからね、やっぱ肌から。あのここら辺か、ここ出るんですよね。あ、ちょっと低いところかもしれん。なるほどね、そうか。でもやっぱあれですね、アッパーロータリーで設置してるから。土は上がってこないですね。やっぱ僕昔のアッパーリーの掘りの場合は土を取るイメージがすごいあるんで、ね、このままってか電源関係とかね、もう土だらけみたいな。そう、土もう一番後ろの人はもう土取りをしてみたいなイメージですけど、やっぱりそのアッパーロータリーを使えばこのウルトラセブンでも十分にこのスピードを出せるっていうことですね。戻したらどう、戻したらやっぱ原点回避ということで。いやーね、もう戻れないですけど。ね、セブンにしたら後ろに乗らないといけないですし。いや、そうなんですよね。それが大変だ。まあね、サイド掘りでも、ね、カッチみたいにソニックつけてって場合もありますけどね。僕も一時期 GPS だからってやってたんですけど、あの木の靴で切れちゃって、で、もう全然もう曲がっちゃって、あっち向いちゃったりしてっていう危ないことがあったんで、それからしっかりもう、運転席に乗るようにしてます。YouTube 見て。はい、YouTube 見て、そうですね。コーヒー飲んで。コーヒー飲んで、GPS もついてますよね。これが現代の農業だと。いうところでね、まあ、そういうところはね、動画には上げないようにしてます。いや、そうなんですか。芋掘りの藤井の一日を一日、藤井の一日ルーティンを撮りますか。これはあれだな、と聞こえるはずだ、みたいな。なるほどね、しっかりとよっちゃんのこの木で増し枠をして、はいはいはい、ジュンさんの昔のやつか、これ。そうか、そうか。まあでももう、あれですね、終わりそうですね。そうですね。今日は、ま、終わる、今日終わり、今日終わる感じか、俺だとね。今日はさすがに終わらないと。あ、そうか、なかなかの限界が。失礼しました。そうか、そうか。あれか、午前中あれ、チョッパーかなんかやってたのか。ああ、そうかそうか、俺もね、ちょっとしに行こうと思って行こうと思ったら、ちょうどよっちゃんがいたんで、これはそうか、久しぶりに見れましたわ。バスのとことか行っても出るけどね、はいはい、なかなかこの出るのを久しぶりに行ってもらいます。まあまあ、例年並みぐらいはあるんじゃないですか、これ、ね、いやー、でもそんなないっすか、そんなないっすか、はい、小さいっすか。いや、でもそこで、あーでも小玉がそこで落ちてるから、そうだよね、落ちてるところが来ないもんな。いや、でもね、いろんな収穫機がある。グルメも取ってきた。グルメ取ってきたよ、午前中時代の進化で。いやー、ほんとだよ、2K 掘りがすごいわ。あれ、2K 掘りの 2K 掘りで3キロよ。2K 掘りで3キロタンク、100票タンク。誰に誰かあれ、川村さんと川北の。ああ、すごいわ。時代が変わりましたね。変わったですね。レバーで。
さあしっかりとステアリングを効かせてよっちゃんがまた新しい腕に入っていきます。ウルトラセブンということでですね、はい、免疫でございます。はーい、いやめちゃくちゃいいですよこれ、あったかいしこれいいですね、いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました。ぜひメイクリーチャーでご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。で販売しております、はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、てっちゃんの有機さつまいもオンラインショップで発売中だよ。在庫限りの3月だけの販売でございます。ぜひ皆さんオンラインショップでお買い求めよろしくお願いいたします。